体なんて歌ってるんだろうか。詞が全然聞き取れない、まるでメロディーとビートだけが響いている。そんな歌詞さえ聞き取れない、歌がこの頃巷に身近に溢れていて、それなら何も苦労してあれやこれやと言葉探したり悩んだりするこの作業は一体何なんだろうって、馬鹿らしく虚しくなったりもする。だけどそれとこれとは何かが根本的に違っていて、俺が歌作りの永遠のテーマなのかもしれない。昨日と同じような朝に今日も目覚めて平穏な一日でありますようにと願うだけど、確実に一つだけ言えることは、昨日までの日々の中に今こうして歌ってるこの歌はこの世に存在してはいなかった。人はこうして生きてるだけで、まるで昨日とは違う今日という新たな一日をまた経験できる。明日も明後日もその次も今日みたいな日々がずっと続いてくれますようにと心から願うよ。明日も明後日もその次も今日みたいな日々がずっと続いてくれますようにと心から願うよ。心から願うよ。作って11月に録音するっていうようなパターンはあったんで、まあさほど珍しいことではないんですけど、すごく残念なことではなかったんですけど、まあでもできたら昨日中に撮って、昨日中に9月中にアップロードはしたかったですね。実は一番の歌詞は去年の12月ぐらいに書いてあったのを元に書きました、はい、これがあったのであとはスッと行きましたけど、実は1番書いて2番書いて3番書いて、歌詞は本当は3番まであるんですけど、2番を中抜きして2番をあまりにも長くなるだろうなっていうんで、2番は最初からカットしました。まあできたらこのフルバージョンも撮ってみたいという気はありますけど、とりあえずこのカットしたバージョンをアップロードしたいと思います。最後まで聞いてもらってありがとうございました。10月だけどもめちゃくちゃ暑いよまだ。朝夕はさすがに涼しくなってきたけど。